はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の公民、消費者の権利についてお送りします。で、前回まで地方の、ね、話をしてましたが、ここで話がまたガラッと変わって、まず消費者の権利をやります。で、今回は穴埋め形式で全部で10問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番から穴埋めの方始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず、まあ、読みながら穴埋めね、いつも通りやっていきましょうか。では、現代社会、まあ、今の社会だね。今の社会では、消費者、これは物を使う側です。まあ、買ったり使ったり、大体まあみんな同じです。消費者の方だね。が、自分の意思と判断によって商品を購入することが難しくなってます。で、まず自分の意思と判断で商品を購入することを何というか、これをですね、ちょっとね、隠そう、いいの待っててね。消費者に、まあ、主な権利があるっていう意味で消費者主権と言います。消費者主権ね。でもそれが難しくなってる。で、その難しくなってることもあって、商品の購入、つまり何かを買う時なんかにいろんなね、そういう問題が起こってます。で、その問題を何問題っていうかっていうと、また消費者です。そういう問題を消費者問題と言います。で、なんでこのね、消費者主権が難しくなってるかっていうと、もう今の世の中ってどんどん新商品が出てくる。で、情報もいっぱいあるからね。だからそういうね、正しい判断とかすることが難しくなってるとか、そういった要因があります。まだいっぱいあるんだけど、要因としてはね。で、そしてこの消費者問題がどんどん深刻化していくとね、大きな問題になっていくと、消費者の方は団体を結成して消費者運動をするようになっていきました。同じ被害を遭ってる人たちがこうで団体を組んでとか、そういうことができるようになった。でも、そういうことができるようになった流れはね、1962年アメリカのホニャララ大統領がある4つの権利を掲げたんです。で、これはすごい影響力があって、まず大統領の名前、これはケネディ大統領です。いい？アメリカのケネディ大統領が4つの権利を掲げた、これがあります。で、順番これね、4,5,6,7 バラバラでいいんですけど、まあ教科書通りに行きましょう。まず1個目、今となってはもうね、当たり前な権利だよ全部。1つ目は安全を求める権利です。商品に安全性を求めたい、当然でしょ今としては。でもそれを掲げなきゃいけなかった、なかったから、そういう権利が。だからまず1個目が安全を求める権利。そして2つ目です。2つ目が知らされる権利です。これたまに知る権利と間違う子がいると気をつけてね。ケネディ大統領が掲げたのは知らされる権利、何かの情報とかをちゃんと知らされるね、そういう権利があると。そして次が選択する権利です。つまり選ぶ権利ってことね、選択する権利。そして最後、ちょっと長いんですけど、最後は意見を反映させる権利です。消費者側の意見をその商品とかそのものに反映させる、そういう権利があるという大事な4つの権利を掲げました。こういう歴史があるって覚えておいてください。で、今回は日本に行きます。ここからね、日本でも欠陥商品、商品としてダメな、ね、もの、商品ねによって、例えば消費者が被害を受けた時の企業の責任について定めたホニャララ法っていう法律が定められました。で、この法律の名前が、ちょっとインクが濃いなこれ、ごめんね、製造物責任法と言います。製造物責任法で、もう一個の言い方があって、これね、すごく簡単です。 PL 法です。でもこれ両方覚えてください。製造物責任法と PL 法。
いいかい、これは欠陥商品で被害者、あ、ごめん、消費者が被害を受けた時の企業の責任について定めてあります。PL 法はね。で、もう一個。今度は消費者の権利っていうのを明確化、つまりはっきりさせる、文章でね。はっきりさせるとともに、企業と行政の責任を定めた、もう一個の法律があります。で、こっちの法律の方が、今回消費者っていう言葉が多くてね、ちょっと待ってね。消費者基本法って言います。大事な法律なので名前覚えておいてください。製造物責任法と消費者基本法です。で、ここまで来るとすごいね、法律に守られてるという感じがするんですが、大事なことを忘れちゃダメなんです。ね、うちたち、俺たちね、消費者の側は。で、何を忘れちゃいけないかっていうと、しかし忘れてはいけないのは消費者、我々ね、消費者の方はそういう権利ももちろんあるんだけど、責任も負ってるんです、同時に。いい？で、例えば、なので消費者自身、消費者が自分自身で商品に関する知識とか情報を広く収集する。今はもうインターネットとか、まあ、携帯持ってる子も多いだろうから、そういったから情報をちゃんと仕入れる、ね、で、判断力を備えたほにゃららになることを心がけなければいけません。で、何にならなきゃいけないかっていうと、これね、言葉があって、自立した消費者って言います。いい？この判断力を備えたね、人のことを自立した消費者で、そうなることを心がけなければいけないということになっております。つまり、こう、まあ、もちろん権利があるんでいっぱい守られてる、ね、守られてもいるんだけど、自分で物を買ったからには責任があるでしょ。例えば、また情報ね、全然仕入れてなくて、あ、これ美味しそうって食べてみた。でね、例えばじゃあ店で食べ行った時に、一口食べて美味しくないからこれ返しますって、お金返してください、なんてできないでしょ、絶対に。だからそのためには、その商品に関する知識や情報を事前にちゃんと調べておく、自分の責任として。で、それでこれはいいもの、これはダメなものっていう判断ね、判断できる判断力を備えておく、そういった自立した消費者になることを心がけなければいけないということを覚えておいてください。いいかな。では、今回は社会の公民、消費者の権利についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回は今度企業の方にね、あの話がいきます。まあ、企業の役割をね、やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。